クリスタ長堀は大阪市中央区南千場にある長堀通りの地下街である。大阪市の中心部を通る長堀通りの4つ橋筋から堺筋までの全長860メートルの部分の地下にある震災橋周辺地下街で延べ床面積は8万1765平方メートル。住居表示は大阪市中央区南千場2丁目長堀地下街1号から2号。 南千葉3丁目長堀地下街3号から5号、南千葉4丁目長堀地下街6号から8号。店舗面積は9500平方メートルであり、テナント数102、駐車台数1030台である。延べ床面積81765平方メートルは単体地下街面積日本一。この日本一というのは単独地下街として、 大規模小売店舗法などで届け出た面積が最大ということである。接続の地下街はなく、他の地下街との面積を合算したものではない。商業施設の元にある。長堀通りから入ることができる。また、投稿、採業どちらにも出入り口がある。面積は45,400平方メートル。クリスタ、長堀株式会社。1992年に、 大阪市などの第三セクターとして設立したが、2004年11月1日に特定調停を申し立てた。2004年10月末の借入金、残高320億円である。旧長堀川を埋め立てて、大阪市が地下駐車場を運営していたが、地下鉄長堀鶴見緑地線を建設するにあたり、駐車場を含めて一体化した地下街を建設した。 震災橋筋と交差する東西に長い立地は、特に境筋側で集客力に欠け、開業当初より苦しい運営であった。その後、経営再建に取り組んだ結果、2005年度に初めて黒字を計上。以後、毎期利益計上している。日本ショッピングセンター協会資料。ありがとうございます。